実は車中泊をしてるんですけども、まあ私一人なんで、まあ助手席を倒してね、足元に、まあ、簡易的なものをちょっと引いたりしまして、まあなるべくフラットにね、できるようにということで、試行錯誤をしまして、まあ、なんとかやってはきたんですが、まあ今まではね、こんな感じで、車中泊はしてきたんですけども、まあやっぱこんな感じだとね、どうしてもね、フラットにできないということで、なかなか熟睡がね、思うように、できなかった。まあそういったのがありまして、今回ね、まあ昨日、ちょっとふと、考えてまして、まあ時間もちょっと、余裕できたので、まあ今、お見せしてる、まあ手書きでちょっとね、想像で書いたんですけども、こんな感じの、ベッド、まあを作ってみたいかなと思ってます。今の上の図の方は、まあ、横から見た感じなんですけども、運転席のシート、その後ろ側に、まあ、フラットになるような感じで、板を引きまして、まあ、後ろのシートですね、倒して、板を引きまして、フラットにしてっていう形で、考えております。で、板の方はね、やはりなかなか図面を出してっていうのはもうほとんど難しいので、段ボール、まあ、これで言うと横が450、縦が1500、そのぐらいの段ボールを、もらってきまして、その段ボールをですね、上の図のように一応引いてみて、それで、もう、オーダーメイド、自分でオーダーメイドっていう形で、ハサミでですね、切りながら、まあ、こんな感じにしようか、どんな感じにしようかということで、そちらの方を、切断しまして、先日、ホームセンターの方に行きまして、板、ちょうど450という板、あと、長さが1800かな、って板があったもんですから、そちらの方の板で造作しようかなと思って、おりました。一応厚みがね、2センチ、20ミリっていうふうに、まあ、思ってたんですが、やはり市販されてるのはね、18ミリかな。厚いので18ミリ。ということで、まあ、18ミリはなんとはなるかなと思いまして、パイン材の18ミリ、そちらの方、購入しまして、1枚、4600円だったかな。だいたいそのぐらいの、金額するんですけども、その修正材を、持ち込みまして、デザインした段ボールを当てがいまして、それと同じように、ジグソーのノコギリしか使用できないので、まあ、ジグソーでですね、カットしました。カットはね、本当にもう、ね、10分15分ぐらいでもう終わっちゃったんですけども、ヤスリでこう、面取りをしたりですね、そういったのをしまして、なんとかね、まあ、思った形の、ベッドが作れたのかなと思ってます。ホームセンターの方で、カットいたしました板です。現状もうセッティングの方が、終わっております。ホームセンターのね、室内でちょっと撮影がですね、まあ、他のお客さんといましたのでできませんでしたので、もう加工済みの、セッティング済みの、動画しか用意できないんですが、このへこみのところが、このちょうどここら辺の真ん中ら辺で2箇所ありまして、今ちょっとね余分に切ってるっていうのがあると思うんですけども、まあこれ余分に切ったとしても全然この上にマットを置くわけなので、レアマットを置いて、
それで、就寝するわけなので、全然、余分に少し切ってもね、まあ、ここのどこね、余分に切っても全然差し支えないです。まあ、わざと余分に切ってるっていうことなんですけど、まあ、それはね、まあ、要するに、もうこれ備え付けっていう形になっちゃうので、このままで車を運転するわけなんですよね。で、まあ、振動で、まあ、擦れるっていうふうな、そういったこともあるので、必ず、こういった、擦れてもね、大丈夫なように、こういった、ま、クッション材をつけております。で、現状、今、セッティングがここにあるんですが、これ、今、160までありません、この板。150いくらだとは思うんですが、まあ、150いくらだと、ちょっと小さいですよね。ということで、寝るときはですね、運転席を少し前に出して、それでまあ空間を作るという形になります。今やっています。こんな感じですね。そうするとね、シートの前に、シートとまあこの板と板の間にですね、空間の方がだいたいそうですね、何センチできただろう。うん、20センチちょっとをできてます。まあ20センチちょっとできてるっていうことは、そうですね、160未満なので、20センチ、大きくなった時点で、175センチの余裕がもう全然ありますので、まあこちらの方を、まあ、10センチ前にずらしてっていうことをしたいために、こちらの方の何ですか余裕を取ってます。まあただ私背がそんなに高くないので現状は多分ここ5センチもずらさないこのままでいけるのかなと思っております。ただもっと背の高い方まあ私165センチぐらいしかないもんですからそれでしたらもう全然このままで余裕だと思うんですけども、まあ、それ以上大きい方170以上の方でしたらもうちょっとここの部分ですよね、もうちょっとこう切る、まあこっちもですよね、こっちももうちょっとこう切ってずらせるような感じにしておけば、まあ寝るときは前の方に10センチぐらいずらして、車を運転するときは再度こちらの方の、トランク側に引っ張って戻しておいて運転席のシートを普通に戻す、まあそんな感じで全然寝れるかと思います。エアマットの方はね先日購入したんですが、まあこの板を作るっていう風な、発想をして、その計画を立てている時に、ネットでちょっと検索しまして買ったんですけども、なんか今年出たエアマットみたいでですね、割と膨らませるのも簡単にできるような、まあそんな感じのエアマットです。今からちょっとエアマットの方出してみます。エアマットの方はですね、かなり大きいです。もうこんな感じ。車の外まで出ます。こんな感じで結構大きいので、全然大丈夫だと思います。で、まあ大きくなったところはね、少しこうまくって、足元でちょっとまくるような感じで、セッティングできると思うので、今からちょっと膨らませてみます。エアマットの方は、今の空気のポンプもついてるような、そんなエアマットになります。まあ、ポンプはこれなんですけども、この厚みの、ここで、これでポンプになってます。まあ、通常ね、足でやったりしてるんですけども、今ちょっとね、手でやってます。そうですね。約、2分ぐらい、やっていただくと、一応膨らむという形になってますので、まあ2分間、これちょっと押さなきゃないんですけども、まあでもポンプついてると思えばね、あまり、違和感というか、大変なことではないので、多分大丈夫だと思いますけども。前の方も膨らんできましたね。枕の部分。これ枕付きです。結構膨らんできましたね。もう少しですね。もうちょっとです。もうね、本当に、時間あまりかかりませんので、こう、膨らみ
終わるとですね、もうこう押すのがしんどくなるぐらいになりますので、もうこれで OK です。で、この蓋をしてしまってこれで完了ですね。大体こんな感じになります。で、多分枕の部分、枕の部分がこんな感じになりますので、まあこれまだずらしてませんけどね、この板をずらすと全然ここら辺でこう枕の形になって寝れるかなと思います。それではね、ちょっと寝てみますね。まあ寝るときは運転席、助手席側、から乗りますので、ちょっとここは普通は閉まってますけども、通常まあ開けたままで寝ています。こんな感じですね。十分ね、距離的にも長さ的にもありますんで、ベストで寝れると思います。全然違いますね。こんな感じです。先ほどのようにね、私でしたらもう全然、ゆったり、寝れてるっていう風な、まあそんな感じになります。結構ね、いい感じでした。うん、全然寝れると思います。まあ助手席を倒してね、まあやや斜めで、まあ寝るという風なことよりはもう完全に熟睡できそうな感じが、今ちょっと横になっただけで、あ、熟睡できるなっていう風な、まあそんな感じがあります。やっぱり助手席を倒してね、寝るっていうのはね、なかなかね、熟睡ができない。まあ、疲れてるとね、熟睡できるんですけども、なかなか疲れてない時は、熟睡がね、できない時が、あったりもしてたので、まあ、今度はね、こういうふうにフラットに、本当にフラットにね、寝れるっていう形になると、まあ、熟睡の方はね、完璧かなと、そう思ってます。すごいいい感じです。まあ、強いて言うとね、この板の上に、ちょっとね、マット、クッションみたいなのね、引いた方がいいかもしれません。うん。まあ、さらにね、熟睡できるような感じになるのかなと、今、ちょっと思いました。最後にですね、スポンジっていうか、なんていうの、クッション材、1センチぐらいのクッション材なんですけども、両面テープでこうくっつけました。これやるとね、全く違うね、多分。うん、そんな感じがします。で、言い忘れましたけど、足、これはね、ねじ込み式、こうやると見えるかなこんな感じ、ねじ込み式の足にしました。で、先ほど言いましたけども、こういうふうに前の方にね、10センチぐらいはずらせるんで、そうするともう全然170センチぐらいの、方でもね、優に寝れると思います。いい感じで仕上がりました。これで、車中泊、楽勝に、過ごせるかなと思います。